わない。私はヒールですね。うん、普段履かないで、9センチ、10センチぐらい結構高いピンヒール。ピンヒール履いてて、あと、ソロの時はロングなんですけど、みんなで歌う時に、あの、裾を上げてるっていうか、そのね、形の変化に、うん、注目です。可愛い、確かに。キレキレだよね。あの、ももちはソロの時に、ズキンをやって、その時に撮るっていう、ズキンなんか、防災ズキンみたいじゃん。いや、どうするとか、形の変化注目ですね。そうですね、夏焼きは今回白のドレスを着てるんですけど、なんかドレスのスカートの形がバレリーナっぽい、ね、バレリーナっぽくて、なんか形の変化私は、まあ、あのソロの曲がかっこよくてセクシーな曲なので、まあ、全体の、まあ黒系でちょっと整えたんですけど、まあ、形がちょっとこっちだけ、あ、いびつなんだ。いびつだから、え、長袖でこっちはなんかノースリーブ的なね。あ、すなわち、すなわち形の変化を楽しんでもらえたらいいなと思いますね。うん、まあ、テーマは形の変化なんか聞いてくださいみたいな。それでは、ベリーズ工房ニューシングル聴いてください。ベリーズ工房で、形の変化。どうする、次本当に来たら。